ミドルゲートの、エンジンのカムというのはですね、やはりかなりオーバーラップも小さくてヤーも小さい、カムになっています。そういうカムはどういった特性があるかというと、やっぱり非常に低回転で、低回転向きなカムというふうに言われてますね。なんでやはりその1500回転か2000回転とかっていう低い回転で乗る分には非常に乗り心地も良くて優れてるカムだと思うんですけども、カム自体っていうものがチューニングパワーアップするパーツというかは特性を変えるパーツという考え方をしていただければいいと思うんですけども、やっぱそのカムを、純正カムっていうのは非常に低い回転に対して、得意としているカムというふうに考えていただくと、結局、そのもう少し高い回転ですね、例えば大抜きをしようとか少し加速しようかなって時に思ったような、気持ちよく加速をしていかない、ハーレーらしいポケツから押されるようなカム交換をすることで、それは非常に楽しい走りを提供できるというところで、ミドルゲートに関してはカム交換を非常に進めております。そうですね、ツインカム自体には、カムが2つってことじゃなくて、交換する際にはベアリングなんかも変えるんですけど、それもそういったものは2つ必要でしたし、作業的にも未了期に比べて少し、重い作業ではありました。なんで大体未了期に変わって価格的にもやっぱ3分の2ぐらいの費用に収まってきているので、費用に対する効果というものをですね、未了期のノーマルカムと、チューニングカムしたところのパワーの差というのが非常に大きいので、ツインカムの頃からすれば、価格の面でも3分の2、変化量はもう倍ぐらいの違いがあるのかなと。なんで、ミルキー8は、カム交換をすると非常に楽しく乗りやすくなるよというご案内ができていると言えますね。自社でカム交換をする際にですね、カムの特性によって得意なところ、不得意なところがあってということはご案内差し上げるんですが、やはり求めているところでパワーを100馬力を超えたいよとか、そういったところを優先されて、ご案内させてもらった上で大きなカムに交換させてもらったということはもちろん、ございましてですね、でやはり実際満足いくパワー馬力が出たというところはお喜びになられたんですが、いざ実際に待ち乗りする使用回転数ですね、1500回転、2000回転、2500回転という回転で思ったようなトルクの太さを感じられずに、説明を受けたけどやっぱり言われた通りだったと、もう少し低速が乗り心地の良いカムにもう一回交換してほしいですというご相談から、一回り小さなカムに交換するといった事例は過去数件ございます。今年ですね、 HRD さんから発売された新しい日本仕様の T マンカムですね、この HRD001002 なんていう中の001なんかは上の方もそれなりに伸びるんだけど、中低速にも非常に気を使った、いわゆる日本を走るのに向いているカムというところで、最大パワーを重視という方じゃない方にはこちらの T マンの001を勧めることが多くなってますね。カムの形状の違いについての説明をさせてもらおうと思います。こちらがハーレーの114キュービックインチの排気量用のノーマルカムです。でこちらが先ほどご案内したティーマンの001と言われるカムでありまして、見た目でパッと見でね、すぐお分かりになるところが2点あるんですけども、まず1つがカム山の高さが高くなっている部分ですね。ティーマンの001の方がカムの山がノーマルに比べて高くなっています。でもう一つがカム山の幅の広さですね。こちら純正はとんがっているイメージなのに対して、こちらのティーマンの001はこうなだらかな山のようになっている風に見えると思います。でこれ何が違うかというと、カムっていうのはですね、カムの山の高さとカムの山の広さで、パワーだったり特性が変わってくるものになってます。純正はカムの山も小さくて、カムの山ももうこう尖った形をしているので、低速低回転向きのカムと言えます。それに対して、こちらのティーマンの001、これは002だったりとかティーマンの216なんかもっとそうなんですが、このカムの山が高くて、さらにカムの山の幅が広い、つまりバルブが開いている期間が長い、イコール、
この開いてる間が長い、いや亀山が高ければ高いほど高速寄りの亀になっていくというふうに考えてもらってよろしいかと思います。こちらの亀は、低速をなるべく損失を生み出さないまま、中回転にわたってトルクを非常に太くするような亀です。結局その車両の排気量だったりとかマフラーの種類によって、カムをチョイスするどれをチョイスするのが一番こうお客さんのニーズに応えられるかっていうのは非常に様々でありまして、こちらのカムなんかは、ミルウォーキーの一般的な107だったりとか114だったりとかっていう排気量の車両でも低速をなるべく失わせないまま、3000回転4000回転といった追い越しだったりとか高速巡航の際の、トルクを非常に豊かにするカムというところで、この上にさらに T マンの002だったりとか、T マンの216っていうようなもう少し山が大きくなって幅が広がっているような高速向きのカムもあるんですけども、まあ、そちらはさらにこう排気の効率のいい車両であったりとかミルウォーキーでも例えば CV 用の117だったりとかっていうようなものとかっていうのがより相性が良くなっていくのかなというふうに考えています。